やあ、推理担当のレムだよ。捜査担当のリメだ。今回はパーフェクトアパーカリプスパッチーズインフールのを捜査していこう。このシリーズもいよいよ3作目だな。今回は今まで悪役だったパッチーズが主役らしい。ということは、事件は別の誰かが起こすのか？何が起こるのか見てみよう。ちょっとした魔法と魂と死体があれば、ゾンビが生まれる。ゾンビは脳死状態の人形となり、何も考えずに命令に従う。あるいは、ハロウィンに友人たちを恐怖に陥れる陰謀的な連続殺人犯になる。いずれにせよ、時間が経つにつれて彼らはみんな同じ運命をたどる。ボロボロに腐っていく。短時間なら一緒にいることもできるが、運命から逃れるには神の力しかない。この場所はここの部屋か。ブラウニーとエンジェルの骨折が治っていないのを見るに、前作からそこまで時間は経っていないようだな。とりあえず、何をしているのかオリーブに聞いてみよう。オリーブはエンジェルと話している。彼らはパッチーズが見つめていることに気づいた。パッチーズ。オリーブはパッチーズを抱きしめようとしたが、彼はそれをなんとかかわした。オリーブ、君はまるで僕が死んでしまったかのように振る舞うんだな。でもパッチーズは死んでたよ。一時的にな。またここで何をしているんだ？君の友達とデートをするのか？あるいは、復讐を実行したいという僕の申し出に応じたいのかい？ダウ、パッチーズは望んでいても誰も傷つけなかったじゃない。そんなことしないよ。だって今のパッチーズはいい子だもん。それに私はパッチーズを信頼してる。あはは、もちろんだよ。とにかく、ここがゾンビさんにとてもいいニュースがあるっていうから私たちはここに集まったの。ここが来るまで待つしかないよ。待ってる間、みんなに挨拶しに行ってもいいかな。ここで僕がやりたいことは何もない。やった。オリーブは今度こそパッチーズを抱きしめることに成功した。彼は爪を伸ばした。しかし、すぐに首輪のショックを受けた。なるほど、ここがゾンビに対して何か処置を思いついたらしいな。まあ、あのまま弱臭もすごいだろうからね。それにしてもあの首輪はパッチーズが危害を加えようとすると反応するんだな。これならオリーブも安全だ。この調子でスパーキーたちにも話しかけよう。ブラウニーとスパーキーは熱い会話を繰り広げている。パッチーズは盗み聞きを開始した。わからないのか、オカルト事件に巻き込まれるのはこれで二度目だぞ。門限は妥当な措置だ。そうね、でもそれは私のせいじゃない。今度は昼間に近所のゴミを掘らなきゃならなかったわ。でも、もしお前がゴミを掘らなくなったらどうなる？スパーキー、私は文字通り死んだ方がマシよ。あなたみたいな中流階級の養親はあなたがどこにいても、いつ外出しても気にしないでしょうけどね。夜に外に出るのは月に向かって吠えたり走り回ったりする時だけにするんだ。それなら近所のゴミを気にする必要はない。あんたつまら。ブラウニーはようやくパッチーズが見つめていることに気づいた。何見てんのよ。俺たちは見合ってるだろ。目の前の誰かが話してたら見るものじゃないか。ブラウニーはスパーキーの頭を掴んでパッチーズに向けた。おう、よう、パッチーズ、一緒に遊びに来たのか。ブラウニーはため息をついた。スパーキーはパッチーズを友達として受け入れているみたいだな。しかし、ブラウニーは受け入れられていないようだね。エンジェルも受け入れられていないが、そもそもパッチーズが事件の原因だからな。だからこそここたちとオリーブたちが出会えたとも言えるが、割り切れるものではないだろうな。選択の余地はなかったけどね。そいつはいいな。俺たちはちょうど両親のことと、これまでに起きたクレイジーな出来事を両親がどう思っているか話してたんだ。ああ、虐殺事件以来、多分家族には会ってないよな。気にしないでくれ、体から追い出されて死なない猫の体に入るまで僕には家に帰る機会がなかったけど、いずれにせよ誰も家にいない。とても憂鬱ね。お母さんですらあなたのそばにいたくないの？母さんは5年前に亡くなってる。冗談よね。あははは、面白いわ。ブラウニー、鈍いぞ。ブラウニー、僕の哀れな泣き母を思い出させてくれてありがとう。僕は残りの時間を部屋の隅で泣くことになるだろう。スパーキーはブラウニーを脇に引っ張って叱った。今の話、本当だと思うか？ありえるね。
前作でオリーブとパッチーズは対極の存在だと言ったが、それはオリーブが周囲の人間を愛するのに対して、パッチーズが周囲の人間に愛してもらいたがるからだ。その愛してもらいたがる原因が家族のことなのかもしれない。なるほど、確かに辻褄は合うな。だからといって、彼がやってしまったことが消えるわけじゃないけどね。お、ここが帰って。あれ？ここと神社がやってきた。ああ、素晴らしいな。え？お前はここで何してるんだ？パッチーズは首に取り付けられた鎖を身振りで示した。ああそうだった、どうして忘れてたんだろうな。ここ、どうしたの？ゾンビ犬のニュース？ああ、ちょうど獣の森にいたところだったんだけどな。ジンジャー、お前生き返ったのか？おい、俺が話してる最中だろうが。あ、わ、悪い。ここはため息をついた。時間があまりない。最初から説明するぞ。ここはエリートマジッククラブのドアを叩いた。ノックするのはこれで3回目よ。誰もいないと思う。俺を信じてくれ、彼女たちはここにいる。彼女たちはいつも日曜日の午前中をファンミーティングの準備に費やすんだ。お、俺は知らなかったけどな。クラブの大ファンな友達から聞いたんだ。うっふ。くそ、ドアを通過してロックを解除できる方法があればいいのに。ここはジンジャーに肘打ちをした。彼女の肘はジンジャーの体を通り抜けた。私、物に触れられないの。少なくとも少しずつ頭を突っ込んで彼女たちが何をやっているのか見れるだろ。ジンジャーはドアから頭を突き出した。彼女はとても怖がっている猫と向かい合った。ドアを開けてもらえる？犬が。犬？ウィスカーズが扉を開いた。待て、こいつはただの猫だ。ジンジャーは壁に隠れたようだ。よう。俺はここグリマルキン、魔法猫の才能があるグリマルキン一家の一員だ。会えて嬉しいぜ。ここは前足を出した。背の高いシャムはショックを受けたらしい。グリマルキン、なんてこった。僕はウィスカーズ一円、エリートマジッククラブの副部長だ。ウィスクって呼んでもいいよ。なんだって。どうしたの？あ、実は。副部長が。エンジェル、中断させるならもう少し早く話してくれないか？あいつはパッチーズみたいなんだ。うわぁ。ああ、俺の家族については聞いたことあるだろ。ついに魔法使いのセンスがいい奴に出会えて嬉しいぜ。は？魔法使い？まさか君が魔女だとは思わなかった。君の名前は白猫のエンジェルから聞いたばかりだからね。彼は本当に可愛い。確かにパッチーズみたいだな。エンジェルとパッチーズは完全に沈黙した。ここは話を邪魔した罰としてスパーキーの頭を殴った。それで、エンジェルは僕の電話番号を聞き出すために君を送り込んだのかな？あははは、冗談さ。もしかして？違う。ミトンズ部長に頼みがあるんだ。悪いが、ファンミーティングにはまだ少し早い。違う。死者を治療できるって聞いたんだ。ああ、君もか。まったく、彼らは治療できない、決してね。今すぐ帰った方がいい。ウィスカーズはここをドアから追い出そうとした。おい待て、命がかかってるんだ。知ったことか、出て行け。ほら、森の周りで見たことがあるだろ。千匹のゾンビ犬を。犬？あっはははは。は、なんてこった、細い犬どもの話か。そんな話で君は僕を悩ませることができると。待て、千匹のゾンビ犬。獣の森。君がやったのか？え？あははは、もちろん違うぞ、俺が？犬を千匹殺す？森の中でばったりあいつらに会って、本当にかわいそうだと思っただけだ。ミトンズがあいつらを助けることができるのなら、あいつらは全員家に帰れるってことだ。だって、今のままじゃすごく迷惑だろ？あいつらは脳死状態で、パーソナルスペースの感覚もない。森で悪臭を放ってつまずく危険物だ。そいつらは生きてる時からそうだ。でもあいつらには猫のテリトリーから離れる精神力があるんだよ。ふむ。今日は学校に行く途中にヒゲをかき分けなくちゃいけなくて大変だったんだがな。右と。
会話を熱心に聞いていたミトンズ部長が歩み寄った。叫ばなくても、私はここにいるわよ。なんだ？こいつ犬が嫌いなのか？それにしても反応が過剰だ。何か理由がありそうだね。こいつはパッチーズと確かに似てるが、パッチーズは犬だけど猫のエンジェルを好きになったよな。パッチーズとはその部分が反対だね。こいつに目を光らせておいた方がいいかもな。ここまで視聴してくれてありがとう。ミトンズがどんなやつか気になる人は高評価とチャンネル登録をよろしくな。それでは、また会おう。